はい、では今日は青梅を作ってみたいと思います。まずですね、さらし布巾を広げまして、ちっちゃい赤い縫い切りですね、まあ 0.5g ぐらいだと思います。測ってみたら多分、これをですね、平板で潰します。次にこの黄色い練り切りを挟んで潰します。そしてこの上にこれを乗せて、そしてですね、まあ、ちょっとぼかしておきましょうかね。はい、そしてですね、緑練り切りを伸ばして、ここに乗せますね。で、まあこれも境界線をぼかしておきましょう。はい、そして白 11g、 白い練り切りを これを裏返して、この白い練り切りを重ねて潰しますね。そして中を包みます。まあ、今回こうやってひび割れたぐらいの方がね、リアリティがあっていいんですよね。まあ、今日はこれを見ながらちょっとやっております。これ本物の、琵琶のようですけども、梅ですよね。神社の境内になっていた梅の実です、ね、こんなの大きいですよね。プラムみたいです。まあ、そしてですね、これをこのようにして、お尻の部分を押しますね。そしてちょっと整えて、そして三角ベラでヘラ目を入れますね。はい、これで青梅の完成です。ちょっと熟した感じのね、熟しかかってきた青梅。まあ、本来はね、これにしようかなとも思ったんですけど、これじゃちょっとね、プラモみたいなんで青梅にしました。ありがとうございました。